いけど暑いし日焼けする。混んでると思いきやミスティックマナー5分待ちで、グリズリーも5分待ちでした。で私はトイストーリーエリアに着けました。自分視点撮りたいと思います。トイストーリーエリア入りました。10分待ち乗ります。この辺全身緑でグリーンバックが見えるね。今変な映像流れてるハートの氷を何の見ました。お前写真ちょっとハマってますって。この人指ハート。セクシーさん、ホーム先生また行くみで、はい、あ、めっちゃいいですね。これ全部グリーンバックで撮ってください。なんかサマーブテナーみたいに怖いって聞いたんで、ちょっとどこどこ来るんですけども、頑張ります。正直ピリピリなくて、やばい怖い、景色が楽しみだわ。開始進行。Doggy!
冗談。一番後ろの強さね。めっちゃ怖い。あれ怖い。あの合コン取れますか？あのノーノーノー。あ、多分身につけるのがダメなのって言われたんで、音声だけ取ったんですけども、それもあの携帯ずつだけなんで、ちょっといい音かわからないんですけど、ノイの音声をお楽しみください。ホテルでもらってたパスがあるので、グリズリー行こうよ。そうね、そうしよう。皆さん一番後ろ乗ってみてください。怖いですよ。手が変わるやつ。暑いんだ。アイス買います。ソウルドルト。じゃあイチゴじゃなくてストロベリー味。サバナのはロットです。で、ミッキーのママが美味しくいただいてます。これ、こんだけ溶けてるとどれだけ熱いかわかる。そう、死ぬほど熱いの。あー、めっちゃ困らん。今回はノイノと2人で叫びまくります。楽しかったです。子供は意外とこうノイノイ店にやってて超楽しかったです。